はいえー、パーソナリティの吉川勲です7月の12日火曜日ですね、えー、7月は石原十二郎さんの特集をリスナーの皆さんに、えー、聞いていただいております、えー、今日はその2週目ですね、えー、素晴らしい歌聞く前に、えー、先,先月の末からあのお知らせしております釣り情報をね 多が釣れておりますので釣り情報をリスナー皆さんに釣り人の好きな方々に情報をお届けしながらですね裕次郎さんの歌に入っていこうと思います。7月次も明けて夏真っ盛りこれからですけど多摩の時期に入りまして各地区で大型の多摩がです、ね、釣れてますね。まあ魚によって大物の基準が違いますね。 黒チヌいわゆるチヌですねチヌは5 0ンチ長さが5 0ンチ越して重さが2キロ以上なると大物といえますね。たまんの場合は,は7 0ンチを越すと、まあ、大物の部類に入るということですけど、えー、合わせの一文字で7 0ンチのたまが上がっておりますね、えー、70センチキログラムの多がですね。 えー、午前4時ですね、えー、合わせの一文字で、えー、釣れております、えー、それから金町ね金、えー、町でもですね金、えー、海岸の河口付近で、えー、釣れてますね69.5センチで4.4キロの玉んですね恩納、えー、村の海岸でも68.5センチ3.7キロの玉ん ね、多摩の時期ですね。上がっています。え、今帰仁海岸でも七十セン。それから四点四八キロの多摩ですね。上がっております。えー、本部海岸でも六十一センチ。二点九キロの多摩が上がってますね。え、これから、まあ、時期に入りますので。えー、まあ、北部の海岸なんかでですね。離島では、チちびしのね、えー。海岸でもですね。多摩が上がっております。 釣り情報をお届けしました。さあ、石原裕次郎さん、今日は夕日の丘。俺はお前に弱いんだ。泣かされて、二人の世界。雪切りの街、夜霧の墓地雨の港町、まあ。素晴らしい名曲をですね、準備しております。裕、え、次、ー、郎さんの歌、聞く前に、あの時代、日活の映画がですね。前世紀の昭和三十年代の時代背景というんですかね。 えー、これは日本経済新聞の連載の「私の履歴書」というのがありますね「私の履歴書」の昨年の7月には浅尾瑠璃子さん浅尾瑠麗子さんの執筆しておりますので昨年の7月8日のですね当たり「私の履歴書」ちょっと読み上げてみますとね、えーまあ、小林明さんとの恋愛はますます盛り上がっていくと。 でも映画の中ではなぜか2人が結ばれることはなかったということですね実は日活の映画のです、ね、社長から社内にこんな原名が下っていたということです石原裕次郎には恋をさせろと昭には小林晃に恋をさせるなというね原名が下っていた映画の制作上ですね例えば石原裕次郎さんには恋人役の北原美恵さんあとで 奥さんになりますね結婚しますけど大胆なラブシーンがあったりするでも小林明さんと私はすれ違いばかり馬や船で旅立つ明さんを私が見送る場面で寂しく映画が終わると、ね、これには明さんもかなり腹を立てていたとおかしいと石原裕次郎とか赤木栄一郎とは抱き合ったりキスしたりベタベタしてるのになんで俺の時は何もないんだよ ね、こういうですね舞台裏ですね、えー、そして後日なんですけど小林明さんが、えー、浅岡瑠璃子さんの家に行ってですね、えー、浅岡瑠璃子さんの父親に「お嫁にくださいと」と直訴したことがあったというんですね、えー、残念ながらうちの娘はまだ嫁にやあれませんと、えー、父親にはっきり拒否されたということなんですね。 父親に旧婚を拒絶されたことが影響したのだろうか私と明さんとの関係は徐々に疎遠になっていくとで明さんが美空ひばりさんと急速に仲良くなるのはその後のことだということですね、えー、まあひばりさんが撮影所に弁当を差し入れしているのを見ていたので、えー、二人は付き合ってるんだと感づいていただから私とは自然消滅 美空ひばりさんが私から無理やり。あきらさんを終わったわけではないと。こういうことを。昨年の七月八日。八日の私の履歴書に。朝霞瑠璃子さんが話しております。まあ、日活映画のね、全盛期の時代。昭和三十年代に。こういう舞台裏、映画のね。撮影所でそういうことがあったということですね。さあ、それじゃあ、裕次郎さんね、マルチタレント。 1八8 8チ八8 3セン映画だね7月17日52歳で亡くなったんですけど、ま、日本を代表する有名な映画スターであり歌い手でもありますレコードはもういっぱいありまして4週間でね選び出すのが難しいぐらいですねいい素晴らしい歌だけそっております一曲目2週目の1曲目聴いていただきましょう。 有志の丘昭和37年に橋幸京吉永小百合のディエットで「いつでも夢を」がレコード大賞を獲得したんですね、えー、そういう関係でですね、えー、人気絶頂だった石原裕次郎さんと浅岡瑠り子の映画スターを日活スターを貞竹レコードがですねこの組み合わせで曲を作ろうということで。 出来上がったのがですね、この雄一の丘なんですね。え、昭和三十七年ですえ。それじゃあ聞いていただきます曲も雄一目有志の丘。 はい、えー、ゆうひの丘でしたね、えー、若いですね当時録音した時はね、えー、もう浅岡瑠璃子さん七7 3四ですか小林晃さん、えー、この間ね「愛しいとしという心」とディエット曲をね、えー、リリースしておりますね浅岡瑠璃子さんまあ裕次郎さんはユニークなことがありまして生涯歌詞を見ながらでないと歌が歌えなかったということとそして 撮影所にはですね専用の冷蔵庫が置かれておりましてまあビールは酒ではないと水であるということでですね常時冷蔵庫からビールを水代わりに飲んでいたという方なんですねさあ二曲目いきます俺はお前に弱いんだちいうねう素晴らしいゆうちゃんの優しいセルフが途中で入りまして世の女性ファン層の胸をですね 熱くしておりますね昭和39年の発売のレコードなんですけど作曲はハワ,イアンハワイアンで有名なバッキー・シラハさんの作曲によるもので当時アロハハワイアンのブームだったんですねその「俺はお前に弱いんだ」発売するためのリサーチを兼ねてテスト的にですねこのハワイアンのメンバーで発売されたもんなんですけど。 すごく評判が良くてですね、えー、スマッシュヒットとなる検討ぶりをしましたんですね、まあ、この世の中はこの時代オリンピック一色に東京オリンピック一色に塗りつぶされヒット曲が後回していった状況下でものすごく売れた曲なんです。先ほど言いいまししたように次郎さんの優しいセルフが 女性ファンの胸を熱くした女性ファンもいっぱいですねおりましてねこの時代ですねだいぶ力強人が入った曲です。それじゃあ「俺はお前に弱いんだ」聞いていただきましょう。 1> では1行遅れでナレーションが入りますから。 素晴らしいね。はい、えー、歌で咲かす幸せの花。まあ石原裕次郎さん特集二週目ですね。えー、今日は二週目に裕次、えー、郎さんの歌を聞いていただいております。えー、まあ石原裕次郎さんのレコードと言いますとね、作詞が萩原シ郎さん、作曲が上原健六さん、そして石原裕次郎、三原トリオと言いまして。 1>, 1曲目聞いていただいた「有志の岡も作詞が萩原四郎作曲上原賢六そして石原十次郎ということですね2曲目の俺にお前は「俺はお前に弱いんだわ」は作詞が石巻総一郎さん作曲がハイアンで有名なバッキーシラーさんですね3曲目「泣かせるぜ」この歌は赤いハン,チがハンカチが売れてる昭和40年ですね えーまあ、日活映画との契約を 1, 本ごとの1年ごとの本数の契約に切り替えたんですね30歳を目前にして石原裕次郎の30歳記念レコードとして「二人の世界とこの『ナカセレ』で企画されたもんですねこのヒットで昭和40年9月公開の映画『ナカセレ』でも作られたんですねそしてこの映画風切りと同時に 石原十二郎歌手生活10周年記念全国縦断リサイタルと銘打った24四年での公演が計画されたんですねその時作詞の滝田潤作曲の鶴岡雅義ディレクターの中島健次の全員がですね十二郎さんを含めて偶然にも30歳だったっていうね30歳のコンビで作られた歌ですね。それではいいていただきます あなただけに何もかも言って恥じらう白い顔無情の風が吹こうとも抱いてやりたい産ぶなあの子の純情が俺を泣かせるで。 はい中、えー、でしたさあ続いての曲は「二人の世界」この曲も非常に嫉妬しまして、えー、テレビ番組の火曜ベスト10番組で20週間連続第1位になる記録を作ったんですね「二人の世界」レコード大賞の候補曲にもノミネートされてですね昭和41年1月公開の映画「二人の世界」のテーマ曲としてね えー、この曲があ作られました、えー、作詞が、えー、池田光夫さん作曲がハワイアンで有名な鶴岡雅義さんレキントギターでね非常に素晴らしいギターですね、えー、それでは聴いていただきましょう「二人の世界」「<laughs> 会えば短い夜だから離れずに踊ろうよ君は僕だけのものさギターが言わせる恋のクラブ」 影も寄り添う二人の世界。 歌で咲かす幸せの花はい歌で咲かす幸せの花、えー、先週に引き続いて石原裕次郎さん特集でリスナーの皆さんに聞いていただいておりますさあ続いての曲は、えー、雪国の街ですがね、えー、先ほど紹介したこの二人の世界、えー、これはテレビ昭和40年ね この頃からあの登場した「テレビの火曜ベストテンという番組があったんですけど20週間連続第1位というぐらい二人の世界は売れたんですね、えー、そして NHK から「紅白歌合戦」に出てくれという、ね、依頼が何度もあったんですけど裕次、まあ、郎さん歌は素人だという理由で生涯ですね NHK の「紅白歌合戦」には出ていないんですね、えー、さあ続いてもいい歌ですね「雪国の街」 これはですね、えー、私のレパートリーなんですけど先ほど説明した「サンバラトリオ」作詞の萩原史郎作曲上原賢六、ね、で作られた歌ですけど詞、まあのー、を作ってる萩原史郎さんが大阪の三越百貨店に勤めていた若い頃ですね事情で一緒になれなかった 女性との苦い体験があったこれを思い起こして作詞家の佐藤原さんが作曲を作ったんですね、えー、思いを寄せ合っていた女性がいたが結局その愛を無駄にして悔やむ男の心境を歌っております、えー、曲をかける前にちょっとこの曲にまつわるお知らせですね、えー、来る日曜日7月の17日です第19回のユンタンザン歌の会 のチャリティー歌謡ショーがあります、えー、会場が5時半開演が6時ですね、えーえー、このチャリティー歌謡賞ね読谷の方でもう19年も続いておりますね宜野湾歌謡友の会の代表として私がこの雪国の街を歌うことになっております。ぜひ えー、スケジュール空いてる方は読谷壇「ユンタンダン歌仲会チャリティー歌謡祖」読谷村文化センター、ね、前の読谷飛行場の隣にありますのでお越しください。それじゃあ雪国の街聞いていただきましょう。 はい、えー、雪降りの街いい歌ですね、えー、さあ続いてはですね石原裕次郎さん特集6曲目昭和41年に作られました「夜霧の墓上ですね、えー、作詞大高久男作曲野崎真一ですね、えー「愛しても愛しても愛しきれない君だった、まあ、さよならのさよなら」の声も悲しくかすれてた。 いつの日かいつの日かこの繰り返しですね、えー、ファーストフレーズのこの繰り返しでこの歌の光景がわかりやすい、えー、ということで、えー、大ヒットしましたね、えー、このスロードバラードのヒットの映画よぎりの墓ねも作られたんですねそれじゃ聞いていただきましょうよぎりの墓上です愛しても愛しきれない君だったヤクザのオに 尽くしてくれた真心は忘れない会える宛などないけれど君の幸せになるよぎりの坊女を 「歌で咲かそう幸せの花」はい歌で咲かそう幸せの花石原十二郎さんの特集2週目ですね本日はさあ続いての曲はですね、えー「雨の港町」これは非常にいい歌ですね個人的にも大好きなんですけどあのカラオケの機械に入ってないんですね、まあ、通常カラオケの店に行きますとダムっていいますねメーカーがダム がほとんんどどなんですけどね、えー、たまに、まあ、50店舗に1か所ぐらいですからジョイサウンドという機械がありますこのジョイサウンドにこの「雨の港町」はですねあるんですねですから普通のお店に行くダムにはこれはないんですね非常にいい歌なんです、まあ、このレコーディングのエピソードがありますけどディレクターがゆうちゃんを自宅まで,です、ね、迎えに行ったんですね、えー、迎えないと 来ない場合があるからですけどで奥さんに <laughs> 失礼まあ起こしてもらっているとディレクターの髪を見てですねだいぶ白髪が増えたねと言う。ディレクターは「あんたがいつも心配かけるからと」と冗談を言うと「俺はそんなに迷惑かけていたのかい」と言ってそれ以来時間ぴったりにですねレコーディングのスタジオに 現れるよううになったということいこです裕次郎さんの人柄に増えるエピソードのある、えー、曲の歌作りのエピソードをですねちょっとお知らせしました。それじゃ名曲ですね「雨の港町昭和41年」聴いていただきましょう。 はい歌で咲かすば幸せの花石原裕次郎さんの特集ね2週目聞いていただきました3週目4週目今月ですね石原裕次郎さんファンの方には楽しみですね石原裕次郎さんの歌の特集をお届けいたしますさあ残りのお時間はお勉強タイム時の話題ということですけど、えーまあ、歌謡界芸能界のニュースとしてですねエイロク六ケさん大往生 そして、ザ・ピーナッツの妹、伊藤由美さんが死亡ということで、スポーツ新聞の紹介します。まあ永六輔さんって大変ですね、昭和、これはですね、えー、最初に作詞を手掛けたときに、黒い花びら、これがですね、第1回日本レコード大賞を受賞するんですね。永六輔さんがですね、えー それから遠くへ行きたい、ねえー「こんにちは赤ちゃん」世界的な大ヒット、まあ、世界的にすき焼きソングで有名な坂本九さんの「上を向いて歩こう」ですね、えー、素晴らしい曲の作詞をしているエールスクさんが「大王女」ということですねそれからダ「ダピーナッツ恋のバカンス」とか「恋の風ガなどのヒット曲で知られる「双子のディい」 ザピーナッツの妹伊藤由美さんもですね天国へ召されましたね。寂しい限りでございます。まあ好き焼きソングで有名なね坂本龍さんねもう素晴らしく世界的にヒットしたんです。この歌も永野秀雄さんの作詞で作られた曲なんですね。それから先ほどお知らせのように第十九回のユンタンザン 歌の会が来る日曜日7月の17日日曜日午後5時半会場午後6時開演順丹山読谷の文化センター隣にあります大トロホールで開かれますもう19年になりますねえ宜野湾会話友の会が今年は第16回ですね3年先輩ですぜひ、えーえー、関心のある方はですね応援に来ていただいて 見ていいいたただきたいと思います入場料は前売り当日一緒です。1000円です。ですから日曜日6時まで来て入場料1000円で入れます。ぜひ応援に来ていただきたいと思いますね、はいえー。それから小学校を卒業した子どもたちが将来つきたい職業ですね。えー、くられの メーカーカが発表しております、まあ、男の子は1位がスポーツセンス2位が研究者3位がエンジニア4位がゲームクリエイターと医者という順位ですで女性女の子の方が1位が保育士2位が教員3位が看護師4位,が4位が薬剤師 5位が動物園遊園地のスタッフとなっています、まあ、小学校を卒業した子どもたちが将来つきたい職業ですねえーまあ、2年連,連続で男の子はスポーツ選手サッカーと野球の選手が約7割に上がったということですえー、まあ調査は使用済みランドセルをアフガニスタンに寄付する 活動に応募したです、ね、子どもたちを対象に昨年から実施762名親は593名からアンケートの結果をいただき回答を紹介したということでね集会して紹介したということでございますそれから経済のニュースですけど金融知識 沖縄は47都道府県で下から2番目第46位ということです。これは日本銀行が調査したんですね。金融に関するトラブルは第6位ということです。日本銀行とか金融機関などで組織する金融広報中央委員会がまとめた金融リテラシー調査。最近入り言葉でリテラシーとあります。ここれどういういいとととかと言いますと 金融全般に対する知識とか情報を正しく理解し自らが主体的に判断することの能力これをですね金融リテラシーと言いますこの調査によると家計金融取引などの知識に関する正誤問題の47都道府県別のランキングで沖縄県は正答率51.3%で全国46位だったということですね。 えー、一方で金融トラブルの経験者の割合9.2%は長崎と同じく沖縄県は6位です、えー、そしてこの調査の結果正当率が低い県ほど金融トラブル経験者の割合が高い結果となっており、まあ、日本銀行の名指しではですね、えー、家庭とか学校で金融教育を受ける機会が少なかったということだ 官民一体で教育の機会を増やす必要があるとして,きていますこれは前々から言われておりますね、えー、まあ日本の教育制度が一流大学に、ねえー、合格するためのカリクリアムが多いということで、欧米並みにですね、やっぱり教育の現場で、このファイナンシャル金融のですね、知識をですね、教えていく必要があるというようなことは、長年言われ続けております。まあ、沖縄県の場合残念ながら 金融知識、まあ、いわゆる金融デ,デタラシーの調査は、ですね。えー、全国四十七都道府県で四十六位となっております、はい。これからまたね、一緒に勉強して、知識を増やしていこうと思っております。憧れのハワイ航路が流れてまいりました。来週もゆうじろうさんの特集です。それじゃあ、来週までごきげんよ